ブラディミール・バーレクは、チェコの指揮者、プラハ音楽院を卒業後、指揮者として活動。1985年に、プラハ放送交響楽団の主席指揮者に就任し、2011年まで25年以上に、渡り、同職にあった。この間、スプラフォン、ポニーキャニオンなどに、ドボルザークやチャイコフスキーの交響曲全集など、多くの録音を行ったほか、世界各地で、 積極的に講演を行っている。2004年から2007年にかけて、スロバキアフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を務めたが、この時は前任のイルジー・ビエロ・フラーベクが芸術監督、前前任のオンドレイ・レナールとも音楽監督として留任しているという奇妙な体制であった。日本では2004年から2008年にかけて、 大阪シンフォニカー公共楽団の主席客演指揮者を務めたほか、日本フィルハーモニー公共楽団や読売日本公共楽団にも客演している。また、最近では2008年にプラハ放送公共楽団とのコンビで来日し、スメタナの我が祖国全曲などを演奏している。指揮のスタイルは、直線的で忠実に表紙を合わせそれほど大きな動きはしないスタイルである。 ありがとうございます。